今回ご紹介いたしますのは、デジタルルームミラーでも定評の高い、こちら、ウルボラックスからリリースされております、UR72X7 インチのポータブルカーオーディオ。こちらのご紹介を本日はいたします。今まで、カープライド、A トート、これで3機種目になるんですけれども、ポータブルカーオーディオをご紹介させていただいたんですが、それらの知見を踏まえて、今回こちら UR72X の特徴を3つご紹介をしていきたいと思います。まず1つ目の特徴は何と言いましても、こちら非常にモニターが軽量だということになります。でこちらのモニターを一旦外しますが、ポンとこう外れるんですけれども、このように非常に軽量となっておりまして、裏がこちら、まあ、スピーカーがこうついていて、で、ここマウントになってるんですが、このマウントにはめ込んで使うタイプのものになっています。で、後ほど紹介するんですけれども、軽量なんですけれども、こういったファンクションがいろいろついておりまして、拡張性も非常に高いものになっています。こんな感じになっています。で、これは、今外したのでご紹介すると、このように、これ付属のマウントで吸盤式になっているんですけれども、今回私はこちら、車載マウントを使っております。これ車載マウントを使うことによって、吸盤をこのダッシュボードに直接つけることなくセッティングができるので、吸盤の跡がついたりとか、両面テープの跡がついたりとか、まあ、そういったことがこう全くなくなる。特にこれから暑くなってくる時期になってくるので、日焼けの跡がこう残ったりとかする場合があると思うんですが、そういったことを避けることもできますし、いろんな好きな位置にこう変えられるというメリットがあります。で、先ほどご紹介したんですが、これが非常に軽量であるために、これを使うことができるということになりますので、非常に設置の自由度が高いということになります。こうやってポンともすぐに置けてしまいます。で、これ、車載マウントになってて、重りがついていて、下はグリップになってるんですけれども、もう滑ることもありません。で、このモニター自体が非常に軽いので、今これ持ち上げてる状態、こう首が上に上がってる状態なんですけど、前にこう倒れ込むこともないということになります。このように横から見ていただくと一目瞭然なんですが、非常に軽くなっているので、こう前にこう倒れ込むということがない。ちゃんと重心がまあこの辺にありますけれども、非常に設置しやすいというのが、まず一つ、こちらの UR72X の特徴、大きな特徴の一つ目になっています。二つ目は、非常に何気ない装備になるんですが、こちらになりまして、こちらになります。で、これはモニターのサンシェードになっておりまして、今までご紹介したポータブルオーディオの中では、ついていなかった装備になります。何気にこのサンシェードって結構重要でして、まあ今も夕方になって日が落ちるので関係ないんですけれども、日中こういったダッシュボードというのは非常に日が当たります。そうしますと、このモニターの画面というのがもう見えにくくなるということがあって、使い物にならないという場合というのがあったりすると思うんですけれども、このサンシェードがつくことによって、日中日が強い時であっても、しっかりとモニター画面を見ることが可能であるということ。そこが二つ目、大きな特徴。まあ何気ない装備ではあるんですけれども、非常に重宝する装備になっているというのが二つ目の特徴になります。ちなみにこちらは取り外しももちろんすることができるので、まあ、好みによってこのような形で使っていただくのももちろんですし、このようにはめて使うということも可能ですので、まあ、好みに応じて使っていただけるということになります。
で最後に3つ目になるんですけれども、3つ目は何と言いましても先ほどもご紹介したんですが、こちらになります。こちらいろいろ拡張機能がついておりまして、まず上からなんですけれども、こちらが AUX のケーブルになります。で先ほど内蔵スピーカーがあるとご紹介したんですが、まあ、車の車載のスピーカーを使って音声を出力するというやり方もあります。まあ、FM トランスミッターを使うという手もあるんですが、このケーブル AUX を使って音声を出力させるということもできます。でこちらが AV インということなので、まあ、バックカメラがついているものでしたら、まあ、ここを使って、まあ、バックカメラをモニタリングするということも可能になっております。でこちらは後ほどご紹介するとして、で TF カード、まあ、TF カードによって動画の再生をすることもできるとまあ、いうことになります。で、こちらの方が DC12V 電源ということになっています。で、これはシガーソケットのものになっています。で、一番注目すべきポイントというのはこちらになりまして、これが3つ目の特徴になるんですけれども、USB の入力ポートが付いているということになります。まあ、こういったポーダブルオーディオなんですけれども、非常に軽量なんですけれども、やっぱ拡張機能として、まあ、USB 入力じゃなくて、チャージするための USB ポートが付いているというケースはあったりするんですけれども、入力ポートっていうのが意外と付いてなかったりするものもあったりします。でもこれはそれが付いていて、まあカープレイとかもちろん使えるんですけれども、さらにネットを見たりとか、動画を見たりとか、それからテレビを見たりとか、まあそういったこともできる非常に拡張性の高い機能を持っているのがこの UR72X になります。そちらをご紹介していきたいと思います。でこちらの入力ポート、ここに、まあ、今回この入力ポートは他の動画でもご紹介しているんです。はい、こんな感じになるんですけれども、まあ、今回他の動画でもご紹介しているんですが、AI ボックス、オッドキャストの AI ボックス PCS35 というものを今つなぎました。もう即座にもうつないだ瞬、即座にパッとこう映るのが分かりいただけたかと思うんですけれども、ポーダブルオーディオ、またはまあ 2D のオーディオとかもご紹介してるんですけれども、ものによってはすぐに認識しないものも多かったりします。これはオッドキャスト、もう一発で、もう USB を刺した瞬間パッとこう映ってくれるので、非常に起動速度も速くなっているっていうのが特徴になります。もう一度この起動速度を見ていこうと思うんですけど、まあ、こういったガジェットは起動速度、それからまあ操作性、まあ、速さ、まあ、そういったものがやっぱり生命線になってくるので、まあ一度切ったんですけれども、また立ち上げてみたいと思います。はい、今パッと立ち上げたんですけれども、すぐにこうウルボラックスというロゴが出てきます。オッドキャストを電源を入れます。はい、もう特にフリーズしたりエラーとか、まあ、そういったものもなくて、しっかりとすぐに起動してくれる、もう起動するという意味で言ったらもうしっかり確実に起動してくれると言ってもいいぐらいしっかりと起動してくれるようになっております。でこれは社内 Wi-Fi を使ってますので、もう Wi-Fi も勝手につながってくれるというものになっています。でこちら先ほどご紹介したんですが、 YouTube もしっかりと視聴することが可能になっておりますし、さらに最近私も使うんですけれども、ブログとか、まあ、テキスト、こういったものをあまり見ないのかなと思ってたんですけども、まあ、最近私こういったものもすごく見る機会も多くなりまして、まあ、これラブンチャンネルといって私もこちらのブログ執筆させていただいてるんですけれども、まあ、例えば新しいコンテンツの記事を書くときに、まあ、以前紹介したものを少しこう参考で見たいよねって言ったときがあると思うんですけど、まあ、そういったまあ調べ事をするときに、まあ、こういったテキストを見たりするということも増えています。あとはこういったマイトヨタプラスというような、これはボクシーのアプリなんですけれど、
まあ、携帯で見るだけじゃなくて、まあ、こういう感じで AI ボックス上でもこうやって見ることができるようになっていたりします。まあ、こういう感じで、まあ、先日紹介しましたけど、こういった形で燃費が見れたりとか、走行の内訳が見れたりとか、まあ、そういったことにも使えますし、あとは何と言いましてもこちらになります。はい、このようになんと地上波を見ることもできるということで、このモニター一つあればネットもできる、テキストファイルも読める、それから地上波まで見れてしまうという、もう非常に画期的なモニターとなっているということになります。この USB の入力ポートがあることによって、ここまで拡張機能を使うことができるということ、そこが非常に、まあ、素晴らしいところ、もう特徴の、もう一番の特徴と言ってもいいポイントかと思うんですけれども、このウルボラックスの UR72X に兼ね備えている機能ということで、これはもう間違いなく買いかなと思います。で、これ買ってすぐに、ポッドキャストも非常に価格が非常に高いので、もったいないなと思っている方もいらっしゃると思います。まずはこちらを使ってみて、で、こちらを使いながらネットを見たりとか、ブログを見たりとか、やはり地上波を見たいねって思われる方は、また後で購入するかどうかということも検討しながら選ぶということもできるかと思いますので、これは非常にまずベースとして、ベースのハードとして購入されるということにおいては、非常におすすめできるポータブルオーディオなのではないかなということが、まあ、お伝えできるかと思います。はい、ってことで今回こちらのウルボラックスからリリースされております UR72X、 こちらのご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。